いつもありがとうございます。ナナシです。では今回なんですけどね、ポケモンプレゼンツ2023年2月27日に行われたポケモンプレゼンツ、こちらのね、情報まとめていきたいと思います。いや、ポケモンの日はね、やっぱりすごかったということで、めちゃめちゃね、楽しみにしてた人多いと思うんですけど、めちゃめちゃね、楽しい内容でしたね。というわけで私なんですけどね、ポケモン動画ね、どんどん届けております。今後もね、いろんな動画届けていきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録、高評価で応援の方ね、いただけると嬉しいです。では行きましょうか。まずね、新情報についてパッとね、まとめていきます。いっぱい行きます。ではね、世界大会についてとか、ポケモンカードゲームクラシック、新アニメ、ポケモンユナイト、ポケマゼ、ポケモンマスターズ、ね、ポケモンスリーブ情報、そこからね、スカバイの情報みたいな形となっております。というわけで各項目についてね、触れていきましょうか。まずはね、世界大会開催決定ということで、2023年に日本のね、横浜でポケモンの世界大会、ポケモンワールドチャンピオンシップス、これがね、開催予定ということで、日本でね、開催されるのは初ということで、これはね、嬉しいですね。ぜひね、出場する方、出場したい人、出場したい方ね、頑張っていきましょう。まあちょっとコロナとかもあるんでね、気をつけないといけないですけどね、まあ、しっかりね、予防して、まあ、予防、まあ、しっかりね、頑張っていきましょう。いや、すごいね、ついに日本で開催されますよ。まあ、ポケモン日本が生んだからね。で、続きましてね、ポケモンカードゲームクラシック発表というわけで、こちら。今までのね、ポケモンカードと違い、付属の3つのデッキだけでね、遊べるように設計されてるという、ちょっとね、なんかよくわからないね。よくわからないです。まあ、なので、更新がないポケモンカードゲームって思ったらいいのかな。まあ、なのでね、今のね、ご時世ポケモンカード買えないんですよね、本当に。私、ポケモンカードもね、集めてるんですけど、もうほんと、転売屋とのね、戦いですよ。ヨドバシカメラに朝6時から並んだこともあるんですけどね、まあ、中国人とベトナム人、めちゃめちゃ多いよ。なのでね、もうちょっと買えない状況で。で、こういう新しいね、更新なしのね、カードゲーム発表とか嬉しいんですけど、3万5000円とめちゃめちゃ高いのでね、気をつけてください。で、これ多分ね、転売屋がね、買うと思うんですけどね。値段落ち着いてくると思いますし、生産もね、落ち着いてくると思いますので。まあ、なので、転売価格でね、皆さん買わないように注意です。で、流行るかどうかなんですけどね、これに関してはちょっとわからないので、またね、続報を楽しみに待ちましょう。ではね、新アニメ、ポケモンコンシェルジュというわけで、こちらね、ネットフリックスとの共同制作作品、ポケモンが羽を休める場所、ポケモンリゾートで働くコンシェルジュ、ハルとポケモンリゾートに来たポケモンたちの物語ということで、まあ、ほんわかアニメみたいな感じになりそうですね。まあ、ぜひね、こちらもね、楽しみに待ちましょう。ではね、ポケモンユナイト情報、ザッシアン登場ということで、ソードシールドの伝説ポケモン、ザッシアンが実装。さあ、ユナイトでも暴れるのか？ザッシアンを使えるユナイトライセンスがもらえるイベントも開催中ということで、まあ、ぜひね、ユナイトやってる人、頑張っていきましょう。で、ザッシアンのサポートメダルコードもね、公開ということで、こちら。ギフトコードはね、ポケモンデーとなっております。ポケモンデー記念ということでね、面白いコードになってますね。ぜひね、やってる人、ゲットしておきましょう。で、こちらね、3月の27日の朝9時までとなっておりますので、気をつけてください。で、ポケマゼの情報ということで、新キャンペーン情報。こちらね、パルデア御三家が登場。どれか一匹しかね、仲間にできないので気をつけてください。で、ログインでね、月光貨がもらえる。嬉しいね。で、ガチャ復刻&10連無料など来ておりますので、ぜひね、楽しんでいきましょう。で、ポケモンマスターズでね、3.5 周年キャンペーン開催ということで、ポップ&ガラルサンダー、ヒート&ガラルフリーザ、マリ&ガラルファイヤーが登場します。で、好きなチャンピオンがね、選んでもらえるキャンペーンも実施中ということで、最大100連無料ガチャ、ダイヤ3000個、10連分プレゼントなどね、まあ、3.5 周年でしっかりね、配ってくれてますので、まあ、ぜひやってた人、ね、復刻で、あ、復帰しようかとか、ちょっとやりたいなって人はね、このタイミングにね、復刻するのが一番だと思いますので、復刻、このタイミングで始めるのが一番だと思いますので、まあ、ぜひね、無料なので、やっていきましょう。じゃあね、ここからね、ポケモンスリープの新情報ということで、こちらなんですけどね、2023年夏に iOS、Android で配信決定ということで、全然情報なくてね、来るんじゃないか来るんじゃないか、まあ、来ると思います。来る情報来てるよ、みたいな動画どん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 上げてましたけど、無事にね、配信時期まで決定ということで、楽しみにね、待ちましょう。で、ポケモンスリープ、こちらなんですけどね、寝そべってるカビゴの周辺に他のポケモンがね、登場してます。で、自分の睡眠タイプでね、出現するポケモンが変わったりする。これね、面白いですよね。
どっちかっていうと何ですかね、まあ、あの睡眠の手助けをする、睡眠を楽しくなるようなポケモンのアプリとなります。なのでスカバイみたいなイメージではなくて、なんだろうね、まあみんな寝るの楽しもうみたいなアプリとなっております。でポケモン GO プラスプラスポケモン GO プラスプラス発売予定ということで、こちらねこれポケモン GO プラスでいいんですよね。でポケモンスリープ、ポケモン GO と、ね、連動するデバイスで、ポケモンスリープだとねボタンを押すとピカチュウが子守歌を歌う。これテンション上がって子供寝れなくなるよ。でポケモン GO だとね自動でポケストップ周回でモンスターボールを投げてくれるなど便利機能があります。ポケモン GO はね歩きスマホとかでちょっと問題になってて、なんか改善あったよね、確かあったよね。なんだって、ポケモン GO はねすいませんやってないのでねあれなんですけど、まあ自動でね周回とかモンスターボール投げてくれる機能ありがたいので、まあ、ぜひやってる人でね、聞いてある人はね楽しみに待ちましょう。7月14日ということで、めちゃめちゃ先だけどね。で連携可能ということで、こちらポケモンスリープに記録された睡眠データを使った新機能がねポケモン GO の方で追加されます。で連携特典でねナイトキャップをかぶったカビも多いね。こちらもね入手可能ということで、ぜひねポケモン GO やってる人はねポケモンスリープも一緒にやっていきましょう。ではね、ここからスカバエの新イベント告知などスカバエの情報について触れていきたいと思います。まずねスカーレット、うねるみなも、こちらね水ドラゴンで、バイオレット鉄のイサハ草エスパーということで、こちらね追加ダウンロードコンテンツで来ると言われてたパラドックスポケモンですね、こちらがねまさかのねイベント、しかもね2月28日0時頃から出現ということで、こちらもすぐもう公開されております。で両方星好みとなっております。で3月13日までの、まあ、8時59分までとなっております。結構ね長めの期間となっております。で両方捕獲はで1体までとなっておりますので、まあ、ぜひねゲットしておきましょう。いや追加ダウンロードコンテンツで来ると言われてたね、まあ、スイ君と、なんだったっけ名前忘れた、右のね、この子たちのねパラドックスポケモン、まさかのねイベントできたね。スイ君立っちゃったね。というわけでね、まあ、ぜひね、まあ、今もう開催されてますので楽しんでいきましょう。でポケモン GO との連携内容ね一部発表ということで、ポケモン GO から情報が送られると、スカバイに登場するねビビオンの模様が変わるとか、でスカバイから情報を送られたポケモン GO のソフトはこれくれが捕まえられるようになる、トホールも捕まえられるようになるとかもねあります。これも楽しみに待ちましょう。で放送終了後に準備が整い次第連携を開始しますということで、大丈夫かな。でポケモンホームとの連携はね2023年春ということで、まだ春じゃないのかな。連携後はポケモン GO からでこれくれを連れてこれます。でポケモン GO 内の進化条件もねこれくれのコイン999だったので、まあ、手に入れたい人はねしっかりね頑張っておきましょう。でスカバエのね追加ダウンロードコンテンツゼロの秘宝がねついに発表ということで、ダウンロードコンテンツは、ね、2部構成となっております。1部構成みたいなね噂とかもあったけど2部段階ってで林間学校先が舞台の前半の緑の仮面、こちらがね2023年秋結構先だね配信予定となります。秋までね引き続き楽しみましょう。で交換留学先が舞台の後半、青の円盤、青アイ、これあ、なんだっけ、これ藍色だったっけ、これ藍だね、藍の円盤、こちらがね冬以降というわけで、まあ多分ずれないと思うんで、秋冬、まあ2024年にまたがるかもしれないんですけどね、こちらで来るということで、値段はね合計3500円と、まあまあもう安くはないんですけど、ポケモンってねダウンロードコンテンツで完結するんですよねなのでね今分かってないものとかいろいろね追加ダウンロードコンテンツで明かされてくると思いますので、ぜひねこちら楽しみに待ちましょう。いや結構先だね、夏ぐらい、まあ秋ぐらいかな、まあ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 。でダウンロードコンテンツの新ポケモン情報といたしまして、こちら緑の仮面ではオーガポンで、愛の円盤ではテラパゴスが登場するということで、まあまだまだねわからないポケモン、ここら辺リークで来てなかったよね、楽しみにね待ちましょう。
で、追加ダウンロードコンテンツ、内定ポケモンも一部発表というわけで、こちらね、一部となっております。まあ、ぜひね、その他ポケモン何が来るのか、楽しみにね、待ちましょう。で、着せ替えアイテムをね、追加ということで、こちら、ゼロの秘宝を購入すると、ニュー制服セットが追加されます。いいね、これかわいいね。で、衣装もね、なんか、いろいろ来るみたいな噂だったけど、あれは嘘だったみたいだね。で、追加ダウンロードコンテンツのね、早期購入特典として、こちら、技ハッピータイム、悪テラスタイプ、カリスマの証持ちのゾロアークがね、もらえます。特別なゾロアーク。ゾロアークですね。通常プレイでは手に入らないです。で、こちらね、シリアルコードの有効期限2023年10月31日までとなっております。もうこれね、発売2023年の11月でしょ。ね、運営さん、運営さん、バレちゃってるよ。というわけで、秋なんですけどね、多分2023年の11月、多分1日、まあ、10月、11月ぐらいと思っときましょう。で、ハッピータイムなんですけどね、使用時のバトルで賞金2倍。で、過去作ではね、お守り小判とね、効果がね、重複してたということで、めちゃめちゃね、金作にもいい、ゾロアークとなっております。まあ、一応、翡翠ゾロアークかな。翡翠の姿なので。なので、ぜひね、まあ、買う人はね、まあ、ぜひ買う人はね、ゲットしとこう。ね、もったいないから。買うんだったら値段一緒だから。というわけで、これでね、また金作頑張ろうって感じかな。では、まとめといたしまして。最高のね、時間でしたということで。ちょっと待って、これ、愛の円盤じゃなくて、青の円盤だね。すいません、青の円盤だ。漢字を見間違えてた。いやー、今回のね、ポケモンプレゼント良かったね。スカバイのね、追加ダウンロードコンテンツ。まあ、そしてね、その他のね、情報も来てるということで。まあ、ぜひね、ポケモンスカバイ。スカバイの情報メインでね、上げてるので、スカバイみたいになってますけど、スカバイだけでなくね、いろんなコンテンツ出ておりますので、これからもね、スカバイ。まあ、そしてポケモン、楽しんでいきましょう。まあ、その中でね、どんどん動画上げていきますので、一緒にね、楽しんでいけたらなと思います。では、今後もね、ポケモン動画、どんどん届けていきたいと思います。よろしくお願いいたします。青の円盤です。では。